はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、本日も引き続き、カムイスポーツ所沢店さんに来ております。いつもありがとうございます。はい、ということでね、今水のプロ紹介してきたと思うんですけれども、ここにイチロー選手モデルがあるんですよね。で、これ一応モデルとしては去年のらしい、今年のか、去年発売された A51 ってやつなんですけど、そうなんですよ、これちょっと僕見てびっくりしたのがあるんで、まずはじゃあちょっと1個ずつで、3つあるんですけど1個ずつ紹介していこうと思います。はい、これがまずね、1個目、これがまあ普通のね、イチロー選手モデル A51 というやつになります。もともとはね、イチロー選手、ここのウェブの先っぽのところが、全部紐タイプのものだったんですけど、ちょっと年齢を重ねていくにつれて、ここに、まあ、トンボのねやつを、皮を1枚挟むっていったような、ウェブに交換しております。もともとはね、ここに水野のね刺繍が入ってたっていう時期もあったりもしました。イチローさんのラベルだけ水野で、水野プロでシルバーラベルがね使われているという、ここがちょっとシリコンになってるのかな、ちょっとグローバルエリートっぽくもあるんですけれども、水野プロです。イチローさんののみ使えるものとなっています。で、ここにね補強が、まあ、水野であんまり補強されてるっていうのはイメージないんですけれども、たまに SSK さんとかではあるんですけど、メジャーリーグのグローブにやっぱ多いし、アメリカンチックなグローブにちょっと多いかなって言ってるような感じはします。やっぱりまあ海外、特に MLB とかの方が打球はやっぱりそれはもちろん強いので、そういったところを少しでもカバーしていくっていうようなところで、多分ここだけ2箇所だけ補強が入ってるんじゃないかなといったような感じになります。で、お値段が6万なんですよ。これ69,300円、税込みで69,300円なんで、ハガかな、ハガグラブなので、まあね、やっぱりしっとりもしてるので、めちゃくちゃいいグラブかなというような感じとなっております。ちなみにハガとは何ですか。ハガはハガ工場。ハガってのはどこにあるんですか。どこだっけ、なんか関西のあっちの方、僕地理あんま得意じゃないんで。なんでっていう感じです。じゃあこれまず1個目でした。で、僕がびっくりしたっていうのはこれです。なんかちょっとちっちゃくない？そうなんですよ。これ実はちっちゃくはないのか。いや、ちっちゃいです、ちっちゃいです。内野用、サイズ11。内野用？イチローさんだったらピッチャー用か外野手用じゃないの？そうなんですよ。でも、この外野手用のイチロー選手モデルをギュッと刺したっていうようなグローブとなっています。なんでね、でもサイズ11なんで、多分セカンドショートはちょっとでかい。なんでサード向きかなとか、サードやちっちゃい外野手用が欲しいっていう人なんかにはすごいおすすめ。サードと、まあ、あと内野と外野やる人、オールラウンドかな。まあこれピッチャーもできるな。ダメ、使えない。使えない、ラベルで使えない。そうなんだ。白ラベルは確か今は使えない、まだ使えないはず。白ラベルっていうかシルバーラベルか、うん、昔は使えなかった。今はどうか分かんないけど、多分ダメだと思うな。書いてないかな。まあ、うん、確かね、白系が入ってるのはローリングス以外はダメだった気がする。昔はっていうような感じで、外野用ちっちゃくしたって言っても小指には少し厳しそうかなと。まあイチローさんがそもそも小指で使ってたかっつったら、多分5本指で使ってたはずだし、なんであんまりちょっとそこら辺は難しいかなと。まあ本当にさっきの外野手をギュッとしただけではあるんですけど、これ逆巻きにしたらちょっと面白そうだなと。これ順巻きです。順巻き？うん。ミスので逆巻きってあんまり見ないから。一応このグローブが、あとカラー展開的には先ほどのオレンジと一緒で、スプレンディットオレンジと、アイブラック、全くの黒ではないんですよね。アイブラックって君の目の下にやるやつ。いや違う違う、これね、ほら本当にアイブラックって名前の、ほら、あ、そのアイブラックね。うん、カタカナのアイじゃなくて。あ、違う違う違う、ちょっとだから本当のザ・真っ黒っていうわけではないです。少しまあまあ、ブラックはブラックなんだけど、スプレンディットオレンジとアイブラックの2色展開となっています。じゃあ次いきますか。今のがサイズ11、うんうん、だったと思うんですけど、何、まだ何サイズがちっちゃいのあんの？もっとちっちゃくないですか？え、はい、続いてはサイズが9です。サイズ9っていうと、水野だと坂本選手モデルとか、菊池選手って9だったかな、8だったかな。水野の契約してる選手の内野手がだいたいこのぐらいの大きさかなといったような感じです。同じぐらいのね、感じで、多分これ深いんですよ。結構ここが狭くて奥が広くて深いっていうような、まあ元の外野手がここ狭いっていうのはあるので、それをちっちゃくしてるので、深くて奥に向かって広くなっていくっていうような感じなので、ガチッと掴みたいセカンドショートの方っていうのはおすすめなのかなというような感じがします。で、ウェブもやっぱりこのね T 字型のタイプでやっているので、片付けした時にこことかこことかに持ってきて当て取りってするような感じのウェブではないんですよ。もう思いっきりこうやって
しっかりと掴んでいくグローブを使いたい人っていうのは一郎選手モデルすごい内出しをちっちゃいのでもおすすめかなといったような感じです。補強もされてますね、指ね。ああ、ここはね、全部仕様としては多分変わらない、サイズが変わっただけなんで、他は全部一緒なんですけど、で刃っていうのも一緒だし、革質っていうのは同じ革を使ってるっていうのでは一緒だし、値段も一緒なんですけど、全部サイズが3つ展開されているよっていう、まあ、普通の内野手用は確か18、中型の内野手用が11、オールラウンダー用みたいな感じ、11、まあ、サードとか、まあ、ダイヤモンドダイヤモンドとかやるっていう人もそれがサイズ11で、完璧な内野用が、まあ、本当にセカンドショートとかがやるようなサイズ9のこの3パターンの展開がされています。やっぱイチロー選手ってレジェンドで、今はね引退してからモデルが出てる人って僕知ってる限りだと水野だと阿部選手のミットっていうのはまあ知ってるんですけど、あとはまあイチローさんぐらいかなとは正直思ってるんですよ。あ、そうか、宮本さんの MMO か、まあ、その3人ぐらいかな、まあ、もしかしたら他まだ出てるかなとは思うんですけど、それを大体オーダーとかなんで定番で売られているのはイチローさんと宮本さんぐらいかなっていうの、まあ他のメーカーでも OB って古田さんとか復刻で伊藤勤さんとかは出てることもあるけど、あとはスラッカーか、辻さん本田さんとか和夫さんとか、まあスラッカーはねもちろんちょっと型番消さないんで多いですけど、こういったあの水野とかで OB 復刻とかっていうのを OB の新しく新発売するっていうのはなかなか珍しいなとは思いますので、まあね、一郎さんあのパースピとかで教えたりとか、してるので、よりなんかちょっとは身近なたくさん YouTube に出たりとかっていうのもあるので、ぜひぜひ皆さんね気になった方は購入してみてくださいと言いたいところですが、公式用で墓なので高いので、だから高校生とかにはねすごいやっぱ一郎さんちっちゃい時、ほんとちっちゃい時に、めちゃくちゃ好きで、で今も高校生になりました、一郎さんモデルになりませんでした、出てきましたとか、じゃあ買っちゃいましょうかっていうのもありだと思いますし、内野がやってるけどやっぱり一郎さんすごい憧れっていう人なんかはやっぱりこういうの買ってもいいと思うので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ということで本日は亀スポーツ所沢店さんで、はい、あのこんだけねまさか出てるとは思いませんでした、イチローさんのグローブ3種類紹介させていただきました。亀スポーツさんの各種リンクは概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。そしてこちらは、まあ、あのちょっとリンクは URL じゃないんで貼れないんですけど、亀さん、会員アプリもやっているのでそちらの方のチェックも、来られた際にはね多分アプリインストールした方がいいのかなと、その方がお買い得に、お得になるので、あの来られた際にはこちらもよろしくお願いします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではよろしくチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよいしょー、そうショーヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。